メキシカンリーグのディアブロス・ロホスデル・メヒコ、メキシコシティ・レッド・デビルズは23日、日本時間24日、キャンプ招待選手のリストを発表。球団公式 X、w ツイッターで公開し、後輩選手へのパワーハラスメント行為で、昨年12月に楽天から自由契約になっていた安楽智弘投手が入った。安楽をめぐっては、 複数の選手がハラスメント行為を球団に訴えたとされており、昨年12月1日に NPB から公示された各球団の契約保留者名簿に記載されなかった。自由契約となっていたが、森井聖子球団社長は、彼の将来を全て否定するものではない、と発言。2025年以降に再契約する可能性には明言を避けた。 整備高愛媛では2年時の2013年に選抜準優勝。同年夏の甲子園では3回戦に進出して注目を集めた。2014年ドラフト1位で楽天に入団。2015年にプロ初登板初勝利を挙げると、2021年からはセットアッパーも務めた。通算231試合に登板して18勝21敗。 賛西部50ホールド、防御率3.59の成績を残している。